皆さんこんにちは。初等科修身に学ぶの時間です。本日も桂木奈美がお送りします。よろしくお願いいたします。いやいや、だいぶ春めいてきたというか春になってきましたが、皆さんは花粉などは大丈夫でしたか？先月もなんかちょっとコメントしたように記憶していますが、私は本当今年結構花粉症つらくてですね、毎晩薬を飲んで暮らしていたんですけれども、それでも鼻水ぐじゅぐじゅ目しょぼしょぼみたいな感じで結構苦しみました。きっとそんな方も多かったんじゃないかなと思います。ぼちぼち収まってきてほしいですね。そして桜を心ゆくまで楽しみたいですね。それでは本日のお話を始めさせていただきます。心を一つに。昔元という国の大軍が信濃を攻め取った勢いで日本まで押し寄せてくるという噂が伝わりました。来るならいつでも来い、一人も上陸させないでみんな叩き潰してやろう、もしも来なければこっちから海を渡って元の国へ攻め込んで行こう、というので日本では石の砦を築いて、いつ敵軍が来ても打ち払うことのできる用意をしました。また方々に立て札が立って、今度元の国へ攻めて行くことになった、これに加わりたい者は名前と年とを書いて届けるように、というお触れが出ました。立て札の前は毎日黒山のような人だかりです。中でも勇ましい武士たちはこの立て札を見て、みんな勇み立ち我も我もと争って出征するように願い出ました。こういうおじいさんもありました。お国のために自分もどうかして出征したいと考えましたが、85歳という年寄りなので歩くことさえできません。すると65歳になった子供と40になった孫とが、心配なさらないように、私たちがあなたに代わって出征してきっと立派な手柄を立てますから、と言いました。おじいさんは大層喜んで、私は85で残念ながらお役に立ちませんが、子と孫とはぜひ出征させます、という届けを書いて役所に差し出しました。またこういうおばあさんもありました。年を取っていたので子供の世話になっていましたが、このお触れを聞くと、自分の不自由などは構わないで、私は女で戦争に出られませんが、子供二人はどんなにしても出征させます、きっと夜を日に継いで駆けつけるでしょう、という届けを出しました。こうしてその時の日本人は、男も女も年寄りも子供もみんな心を一つに合わせ、国のために尽くそうという心に燃え立ちました。その後元の大軍は日本に押し寄せてきましたが、散々に破られてしまいました、というね、ご存知原稿のお話なんですけれども、なんかこれすごくないですか？私ちょっとね、読んでて驚きました。まずなんか元寇は1274年の文永の役と1281年の弘安の役ですよね。でもなんか突然押し寄せてきたわけじゃなくて、もう前もってその気配を察知していて、国民はここまで備えていたんだっていうことにまず驚きました。でさらにはですね、立て札が立ってこうやってね、志願を募っていたということもさることながら、ここの登場人物の年を覚えてますか？まずおじいさん85歳でしたよ。でさすがにもう歩くことさえできないっていうことも書かれていますけれども、今の85歳に比べてはるかに相当なじいさんだったと思います。でも自分もどうかして出征したいっていう心持ちを持ってるんですよね。でその子と孫というのが出てくるんですけれども、よく数字を確認すると子供65歳って書いてあります。で孫も40歳って書いてあります。
で、その2人が心配なさらないように、私たちがあなたに代わって出征してきっと立派な手柄を立てますからって言ってるんですけど、65歳と40歳って現代の感覚でも兵士としては相当な、はい、年を重ねすぎてる人たちなんですけど、もうこの勢いなんですよね。で、男たちばかりではありませんでした。さらにはおばあさんが出てきて、はい、子供に世話になっていたけれども、このお触れを聞いたら、まあいても立ってもいられなくなったんでしょうね。子供2人はどんなにしても出征させますというふうに言っています。で、これ数回前の内容の時にも、あの兄さんっていうね、戦地から怪我をして一時的に帰ってきていた兄さんと僕のお話の時にも申し上げましたけれども、現代のお母さんはですね、日本のお母さんは子供が自衛官になったら本当に戦争に連れて行かれちゃうかもしれないということで、息子よ自衛官になるなという人が増えていると聞きます。まあ、そんな時となんと対照的なんだろうというふうにまず感動しますよね。で、ちょっと私ね、これ現代に重ね合わせてもう一度考えてみたんですけれども、元の大軍が押し寄せてくるかもしれないと。で、実際大軍だったんですよ。特に2回目の港湾の駅の時は当時としては世界最大規模の大軍、具体的に言うと人数で言うと 14、15万人で、艦隊の船の隻数で言うと4400隻が派遣されてきたということで、こんな大軍と日本国は一国で渡り合ったんですよね。当時の執権であった北条時宗が総大将になって、クビライの軍である元と、そして元はその時高麗を属国にしていましたから、その連合軍が実際に押し寄せてきたんですけれども、そんな大軍と一国で戦いました。で、その頃にはね、当然ながら同盟国とかその米軍助けてくださいみたいなことも言えないわけで、そもそもそんな発想もないわけで、そんな日本一国で元の大軍と渡り合ったっていう、その機会が何よりも素晴らしいなっていうふうに思います。今の私たちが学ばなければいけないのはまさにこの精神なんではないでしょうか。で、まあ、今でこそね、実際に例えば中国が攻めてくるとして、日本一国じゃ戦いませんみたいな空気感になっていますけれども、ちょっとこう歴史に目をやりますと、割と最近までというとちょっと語弊もあるかな、大東亜戦争に敗れるまでは結構日本って自主独立の危害を持って大国と渡り合ってきたんですよね。日露戦争なんかがその典型だったと思います。はい、当時ロシアといえばですね、それはもう世界的に見ても大きな国で、大艦隊を持っている国でした。そんなロシアと、まあ、極東の、ね、小さな島国である日本が渡り合って、そしてやっつけちゃったわけですから、そりゃ世界は驚天動地だったと思います。だからこそ、まあ、世界も日本を心から称賛して統合ビールなんていうのを作っちゃったりしたわけですよね。そんな危害を持った先人たちの末裔である私たちが今なんでこんな低たらくなのっていうふうに、まあ、歴史の中の今っていうふうに見直してみると、とても情けなくなるのは私だけではないと思います。だからこそ何とかして本来の日本を取り戻していきたいというわけですけれども、この今ご紹介した内容は心を一つにというタイトルでした。で、文章の最後の方にもこんな記述があります。こうしてその時の日本人は男も女も年寄りも子供もみんな心を一つに合わせ国のために尽くそうという心に燃え立ちましたと。私はこの一文を読んだ時に思い出した歌がありました。はい、きっとね、一緒に思い浮かべてくださっている方もいるような気がしますが、そうです、あの蛍の光の3、4番ですね。蛍の光はなんとなくこう卒業式の曲とか閉店の曲とかいうイメージになっちゃっているんですけども、元はといえばそうではありませんでしたね。戦後消されてしまった3番の歌詞はこのようなものでした。尽くしの極み道の奥、海山遠く隔つとも
その真心は隔てなく、一つに尽くせ国のため。この歌詞ととても重なる内容でしたよね。でちなみに4番も素敵なので、ついでにご紹介したいと思います。千島の奥も沖縄も、八島のうちの守りなり、至らん国に勇しく、務めよ我が背つつがなく、ということで、それこそ心を一つにして、この八島の国日本を守りましょうという歌だったんです。まあ、こういった歌自体もですね、取り戻していくことによって、本来の日本、まあ、はい、八島が一つになって、同胞を領土を守ろうとしてきた日本で、それでいて、ね、特別なことがない限りは世界の国々とも手を取り合って、最終的には世界全体で一つの家のような社会を築いていこうとしていた日本を取り戻していきたいなというふうに思います。ということで、今回はこのあたりでまとめさせていただきます。それではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。